テトラルキア、テトラルキア、英語、テトラーキー、4名の支配の意は、古代ローマにおける政治体制の一つで、帝政ローマ後期に即位した皇帝ディオクレティアヌスが、西暦293年に行ったのが、始まりとな。本来は、過等制において4名による支配を行う場合を、さすが、単に、テトラルキアと呼ぶ場合は、ディオクレティアヌスに始まる、分担統治を意味する。 軍人皇帝時代に終止符を打ったディオクレティアヌスは、長い内乱によって疲弊し政治的に、不安定な中で広大な領土を支配する必要があった。まず共同皇帝制。これもローマにおける下等制の一種であるを利用して、帝国領を二分し、その上で、それぞれの副帝、皇帝の補佐官に互いの領域をさらに分与することで、帝国領を四分した。 ディオクレティアヌスの死後も皇帝権の分散という方策は細部を変えながらも後継者であるガレルウスミカドへ継承されコンスタンティヌス一世の即位まで継続されたと考えられている。戦術の通りテトラルキアという言葉自体は古くからあり必ずしもディオクレティアヌスやガレルウスの知性を指すとは限らない。それ以前の国家でも 複数の君主が並び立って統治することがあった。例えば、古代イスラエルのヘロデ王が没した後にも、テトラルキア制度が採用され、ヘロデ死後の王国に多大な影響を与えた古代イスラエルのテトラルキア。プリニュースは、テトラルキアという制度を、等しい地位を持つ4つの国と説明した。強敵に理解されるテトラルキアである、ディオクレティアヌスのテトラルキアと、 それ以前におけるテトラルキアは、用語として異なる部分がある。古代イスラエルのテトラルキアでは四つの国は、すべてが独立国として扱われ、各々の大使は同格とされた。対するディオクレティアヌスのテトラルキアでは、ローマ帝国は一つであり、四人の皇帝は、その統治を分担していたに過ぎない。何より、他の皇帝は、ディオクレティアヌスの会に置かれていた。つまり、 ヘロデ死後の古代イスラエルに比べ、ディオクレティアヌステータの皇帝、副帝と階層的であり、また集権的な特徴を有していた。近代の歴史学においても、ディオクレティアヌスの知性を説明するのに、テトラルキアという言葉は用いられなかった。ギボンは、ディオクレティアヌスの支配を、新しい帝国として変化を表現した、テトラルキアという単語は使わなかった。テオドールモムゼンも、 同様に、テトラルキアとは表現しなかった。1887年に、シラーが、ゴシしたであるウマションカイザーサイトで、初めて、ダイアケルティアニシャテトラーキー、ディオクレティアヌスのテトラルキアと表現したが、オットー・ゼークによって、用語として定着するまで二十数年の月日を要した。それぞれが管理する領土を分割する。以上、当然ながら、各々の,の,の領土の中心とな拠点も、 各地方領ごとに存在した。唯一の都として、ローマ帝国の首都であったローマは、どの皇帝の拠点ともされなかった。広大化した帝国を効率的に収めることを目的としたテトラルキアにおいては、発祥の地である首都ローマよりも、それぞれの皇帝領を維持する上で有利な地理的苦断のある土地が皇帝の拠点として選ばれた。ローマは、唯一の都として、 別格の存在であり、独自の基地の統治下に入ることとなった。これは、本土という概念においても同じで、イタリア本土も四皇帝領とは、別格の存在として扱われた。これら四都市のほか、アドリア海に面した港町、アクイレア、スコットランドとアイルランドのケルト人勢力に接する、イングランド北部のエボラクム、ゲン、ヨークもまた、マクシミアヌスとコンスタンティウスにとって、 重要な防御拠点であった。地方統治に関しては4人の皇帝に正確な領域区分は定められていなかった。テトラルキアはローマ帝国が4つに分裂したという状態を意味するものではない。4人の皇帝は各々の勢力範囲を持っていたが、それは最高軍事指揮権を主としており、自身が出陣することも頻繁にあった。その間は、 各皇帝のこの F 長官や知事、総督を長とする官僚組織からなる行政府が失勢を代行していた。政法では、政帝マクシミアヌスは、アドリア海とトリューサの政法に位置する属州を、管轄した。副帝コンスタンティウスはその領域内で、ガリアとブリタンニアを統括した。東方では、政帝デオクレティアヌスと、副帝ガレリウスの間に、明確な権力区分はなく、 柔軟に運用されていた。キリスト教徒の作家、ラクタンティウスとアウレリウス・ウィクトル、約50年後の著述信頼性は低いをはじめとする、幾人かの著述家は、4人の政府組みには、格好たる勢力区分があったと述べているが、これはテトラルキアに対する理解が不十分であったためと思われる。テトラルキア制のもとに、皇帝権は4分されつつも、統一された帝国、 という立場は守られ、四人の皇帝の肖像はこれ、強調する形で用いられた。四皇帝が並び立つ肖像では、必ず四人は、同じような姿で作られた。同様にテトラルキア製の下で鋳造されたコインでも、四皇帝は同じ姿で彫られていた。それらを見分けるためには近くに彫られている名前を見て、判断する以外に方法がなかった。1204年に、 東ローマ帝国、ビザンツ帝国から略奪され、ベネツヤへ持ち込まれたテトラルキアの像は、名が全く同じ姿で描かれている。ディオクレティアヌスが、自らのテトラルキア体制を確立するまでには、段階があり、慎重に権力の移上が進められていった。まず最初に、復心で285年に、 副帝へ除任されていたマクシミアヌスを286年共同皇帝に昇格させ、領土の支配権を分与して二党政治を確立した第一段階。この体制下では重要度の高かった帝国東方の所属州を抑えるのにディオクレティアヌスが専念するため、マクシミアヌスがイタリア本土を含む西方地域の管理を行うことが目的であった西方政定、東方政定。 しかし統治が進むにつれて、国境紛争の多い東方領土を管理するには、皇帝一人では手が回ら、また西方も広大な広報地域を管理するにはやはり、皇帝一人では足りなかった。二百九十三年、皇帝と共同皇帝がそれぞれ副帝を新たに助任するという新しい試みがリオクレティアヌスから提案され、マクシミアヌスも了承した、東方福帝、西方福帝。 各して、ガレリウスとコンスタンティウス・クロルスが、副帝に昇格し、帝国は四分された第二段階。305年に老齢を理由にディオクレティアヌスとマクシミアヌスが対位すると、そのまま二人の副帝は皇帝へ昇格した。空席となった二つの副帝も、新たにフラウィウス・ワレリウス・セウェルスとマクセンティウスが任命され、人物を変えながらもテトラキア体制は継承され、 三世紀の危機において皇帝が直面した問題は、自身が軍隊の指揮できる場所は、常に国境周辺の一箇所に限られるというものであった。アウレリアのカドやプログカドは、何千マイルもの距離も厭わず、軍隊を引き連れて、戦地間を移動したが、この方策は理想的とは言えなかった。また、皇帝が不在の地域で地位の将軍に権限を委任することも、 あったが、これには戦いに勝利した将軍がそのまま皇帝を名乗って敵対するという危険性があり、時にこれは現実となった。テトラルキアでは、二人が正帝で二人が副帝とは言うものの、帝位を持つ四人の役割と権限は同じで、基本的に同じ地位にあった。デュアルキアに分割支配とテトラルキアでは、問題地域の近くに常時一人は皇帝がいるため、 国境周辺の一領域に限らず、同時に複数箇所で皇帝自身が軍を指揮できるようになった。これにより、重要な軍事的成功を収めることができた。3世紀には、ローマはペルシアに敗北を重ねており、296年にも敗北したが、298年には、ガレリウスミカドが逆転して、ナルセ一世率いるペルシア軍撃破した。この戦勝では、 ナルセの一族を捕虜とし、相当な量の戦利品を獲得した上、かなり有利な和平条約の締結に成功して、その後数十年にわたる平和をもたらした。同様に、コンスタンティウス・ミカドもブリタンニアにて定位を散脱した、アレクトゥスを破り、マクシミアヌス帝はガリアを平定し、ディオクレティアヌス帝はエジプトにて、ドミティウス・ドミティアスの反乱を打ち破った。305年。 ディオクレティアヌスとマクシミアヌスは20年の統治を終え、共に退位した。同時に副帝であったガレリウスとコンスタンティウスは、政帝に昇格し、新たにマクシミヌスダイアがガレリウスの副帝、東方に、フラウィウス・ワレリウス・セベルスがコンスタンティウスの副帝、西方に占任された。ここに、第2のテトラルキアが形成されたのである。しかしこの制度は、間もなく瓦解した。 306年、西方聖帝、コンスタンティウスが死ぬと、東方聖帝ガレリウスは、西方副帝セウエルスを聖帝とした。一方、コンスタンティウスの息子コンスタンティヌス、後の一世、大帝も、軍に衰退され父の後継者として、西方聖帝を宣言した。同時に、マクセンティウス、マクシミアヌスの息子は、新秩序から阻害された身分を、不満とし、セウエルスを退位させ、 307年には殺害した。その後、マクシミアヌス・マクセンティウスフ子も、制定を宣言した。すなわち、308年には、ガレリウス、コンスタンティヌス、イッセイ、マクシミアヌス、マクセンティウスの4人が制定を名乗り、副帝は、東方のマクシミヌスのみという状況になった。308年、元々の東方制定ガレリウスは、選定ディオクレティアヌスと、 同じく選定であるはずのマクシミアヌスを伴い、ドナウ川下藩のカルヌントゥムで、いわゆる帝国会議を開催し、リッキニウスが西方正方制定で、コンスタンティヌス一水はその副定であるという合意を得た。一方、東方では、ガレリウスとマクシミノスが引き続き制定と副定に着いた。一度は、福井を宣言したマクシミアヌスは再び引退し、その子マクセンティウスは散奪者とされた。 だが、この合意が後に事態を一層悪化させることとなった。308年の時点で皇帝の位から追われた、マクセンティウスは、イタリアとアフリカを事実上支配していた。また、コンスタンティヌス一世とマクシミヌスの両者、共に305年から、副帝は、聖帝都市のリキニウスの幕下に入る気は、毛頭を持ち合わせず、その地位を認めようともしなかった。 コンスタンティヌス一世とマクシミヌスの両者に、聖帝の息子、副帝の別称であり、同時に聖帝くらいの継承権も意味したという、名目的な称号を与えることで懐柔しようという試みは、失敗にしまわ、309年には両者とも聖帝と認めざるを得ない状況となった。こうして四人の聖帝が互いに反目し合っている状態が生まれたが、 これはテトラルキアにとって好ましい状況とは言えなかった。309年から313年の間に皇帝の座を狙った有力者の多くが内戦などで表舞台から去ることとなった。310年、コンスタンティノス一世はマクシミアヌスを皇主代に送ることに成功した。311年には東方政帝ガレリウスが死去、三奪者マクセンティウスは 312年にミルイブス、バシの戦いで、コンスタンティヌス一世に敗れ、戦死した。313年、東方副帝マクシミヌスは、リキニースと戦って敗れ、タルススで自害した。結果として313年には、西方聖帝コンスタンティヌス一世と、東方聖帝、リキニースだけが残った。324年、コンスタンティヌス一世はリキニウスを破って自ら、 唯一の制定を宣言。ここに、ディオクレティアヌスによるテトラルキアは、一旦の終焉を迎えた、コンスタンティヌス朝。このように、ディオクレティアヌスのテトラルキアは313年に幕を閉じることになったが、帝国に様々な影響を残した。四つの地域区分は、未知、の形式をとって存続し、それぞれプライフェクトスプライトリを、同長官によって統括されることとなった。 道は12の管区に分割され、その階に位置する属州をまたがる軍司令官として任命されたマニステルミリトムにも影響を与えた。従来から存在していた皇帝権を複数の皇帝で分けるというコンソルティウム・インペリーの概念は帝国の状態となり、皇帝即位への協力者が定位継承者として任命されるという観念も帝国に更新とした。 唯一の制定となった、コンスタンティヌス一世が死ぬと帝国では再び、分担統治が行われるようになり、コンスタンティヌス朝の分担統治時代、ウアレンティニアヌス朝の分担統治時代を経て、東西ローマへの最後の分割とされる、テオドシュス一世の息子たちによる分担統治の開始へとつながった。これら皇帝権の分割による帝国の分担統治は、制度的には、 帝国が分裂しているわけではなく、ローマ帝国全土を実質的に支配する単独の、皇帝が現れなかっただけで、ローマ帝国は一つであったことに留意する必要がある。5世紀末に、西の皇帝権、西ローマ皇帝の廃止によって、東の皇帝権、東ローマ皇帝のみになるまで、東西の皇帝は全く合法的にその、皇帝権力を行使していたのである。楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。